はい、えー、今回ですね、いい質問をいただいたので回答していきたいと思います。これはめちゃくちゃいい質問ですね。ブログ,教ブログ記事は教育コンテンツになり得るのかについて質問させていただきます。教育コンテンツというのは基本的にステップ形式で配信されていき、レベル1、レベル2、レベル3みたいな成長の段階を1段階ずつ上がっていくイメージがあります。しかしブログの記事の場合は基本的に 1は完結式だと思っているので、えー、たとえ記事のタイトルに、えー、ナンバーリンクをつけて読者はその順番のよ読まない可能性があると思いますなのでブログ記事は何か悩みを解決するものであって教育コンテンツは成立しないではないかと思いました、えー、これがブログ記事は教育コンテンツになり得るのかと疑問に感じた理由ですそもそも教育コンテンツはステップ式だという認識や、えー、ブログ記事は1は完結 方だという僕の認識が間違っている可能性もあります。吉谷さんは今は動画をメインに配信していますが、ブログ記事も教育コンテンツとして位置づけて書いていますが、吉谷さんのブログ記事を読む限り教育コンテンツになっている感じがするんですが、僕の中でブログの記事は教育コンテンツにあり得るのかという疑問のあるため、そこがつながらないです。それだったら動画でも同じでしょうと言われるので、これを聞くのも,も、うん、のばらしく、いや、わからません。思考の整理という意味もあって、この質問をさせていただきましたと。これ、いい質問ですね。 まあ結論ですね、なりますね。だから、まず、いろいろなお話ができるんですけど、まず、売上げを上げられるのかって話ですよね。なぜじゃあ、集客、教育、販売じゃないですか。そもそもなんで教育するんですか売り上げを高めるためですよね。じゃあ、過去に僕が顔出しせずに、顔出しせずに、ね、ブログで2億稼いだ方法があるんですよ。これね、セミナーでお話ししたんですけど、 まあ、昔僕はプロモーションね、プロモーションライターみたいな感じで、あまあ、文章を書,き書いたりとか、まあ、その構成やったりとかしてたんですけど、これね、僕一つ伝説作ったなと思うんですけど、あの、よく情報商材を新商品で出すと、その情報商材が叩かれるんですよ。叩き屋アフィリエーターさんに。でね、これね、ブログが叩かれましたからね。ブログがレビューに上がってきて、マジかみたいな。来たぞ、みたいな。ブログですよ。今回はブログをレビューします、みたいな。 ブログレビューされましたねで、それどういうブログの構成になってるかっていうと、あのシリーズ問ごとに、まあ、日刊なんだけど、その日刊をあの仕組みを入れてたんですよ。まあ、その商品を販売する上での1話目。で、そのブログの構成が何かっていうと、右のサイドバーに1話目があって、1話目があって動画とテキストがあります。で、コメント書いてくれたら、えー、その限定公開の2話目が見れるよっていうことで、その2話目のアクセスコードを、その、 コメント入れてもらって、フォームで入れてもらう。で、そのフォーム入れてもらったら、その、このね、パスワードで、だから、ここで1話、2話、ここ2話がパスワードがかかってますよ。で、3話目、3話目は見れる。で、また4話目もパスワードがかかってて、3話目を見て、あの、コメント書いて、その、申請、リストを登録しないといけないんですよ。で、これもう全部そうなってるんです全部そうなってるんです。 だから、どこ来てもリスト取れんぞどこ来てもリスト取れるっていう。しかも、その1話目、2話目も繋がってるみたいな。で、これのシリーズも結構やりましたね。1個、2個、3個、4個、5個ぐらいやりましたね。だから、どっからアクセスしてもなんだこれってなるんで。うん。で、あとは、その1話目も、その、ま、あ広告、広告っていうか、その当時、アフリエートでいろいろやってたっていうのもあるので、アフリエートセンターで。 で、その1話目の、えー、こう、順番に見てもらうためにですよ。お客さんのアクセス経路を、えー、一番最初からこう見てもらうために、この1話目を、えー、全部の、えー、媒体に、これをまずアクセスしてね、みたいな風にしました。で、ここの1話目のコメントが、マックス最後、最後、6000個ぐらいもらいましたね。6000個ぐらい。6000個、あ、1万あったかな。1万ぐらいあったと思います。1万コメント。多分。 だずっとそのブログ、だずっと使い回したんですよ。一、まあ、回、まあ、同時並行で作ってるけど、ずっと使い回してるんだけども、そのアクセス経路はその1話目に行くように全部仕向けてる。どこの媒体から来ても1話目見るような感じでしてるっていう。で、コメントが1万ぐらいあったと思います。コメント1万ですよ。かなりすごくないですかこれ。<laughs> かなりありましたね。だからコメントすごかったですね。で、それ多分ね、1、2年ぐらい使いましたね、そのブログ。 そうだから要は結局その商品を売るんだったらその商品を売るための誘導を誘導するようなブログにすればいいんですよ結論 <laughs> わかりますその商品を売るまでのステップメールだったらもう完結ですよねそのステップメールに登録する教育教育最後セールするじゃないですかでそれをただブログでやればいいだけなんですよブログでねうんだから なんやろうなそれをただ入れるか入れないかじゃないですかね。うん。だからなんかその、その仕組みを入れてるか入れてないかの違いかなと思いますけどね。実際そのブログで多分1、2億稼いだと思いますし、あの、叩きアフリエーターさんにもブログを取り上げますって。これはね、僕の中でね、ちょっと誇りですね。<laughs> 叩きアフリエーター、情報商材叩きアフリエーターさんにブログを叩かれるっていうね。 で,で、その内容が何だったかというと、内容は a と。だけど、リストが取る、取られる仕組みになったので気をつけろみたいな、叩かれてたんですけど、でも内容はいいみたいなね。勉強になるみたいな。勉強になるみたいなね。書いてましたから。そう。だからその叩き破り得たさんも、多分ブログ見てたと思う、当時。<laughs> 結構作り込みましたね、そのブログは。うん。そう。で、最初、あの、ローンチで使ったやつ、ローンチで使おうと思って、最初やっ あのそういう構成にしたんだけども結局日刊にしたんですよそれだから普通って 1, 1つの商品を売るために1ブログで1話2話3話ってやってくるんですけど僕の場合はそれ1回使ってこれずっと使えんじゃないかなと思ってこのシ,リシーズン2シーズン3みたいなのこう全部こうはめてったっていう。 で、このシーズン5か4ぐらいあるやつを、まあ、あ、もう全部作り終わったら、あとはもう1話目に、こっち一番最初のシーズン1の、だからプリズンブレイクですね。プリズンブレイクのシーズン1の1話目を見てもらうようにアクセス経路を持っていく。だから YouTube からそっちの1話目を見るようにアクセスを流す、URL で流す、えー、自動返信メールとかなんかのやつで全部1話目に流していく。うん、っていうことをやってましたね。 で、そうすると、プリズンブレイク、シーズン1からシーズン2、シーズン4、シーズン3全部見てくれるっていう流れですね。で、そのシーズン1の中で商品売られる、シーズン2の中で商品売られる、みたいな、みたいな感じですね。うん。 だからその誘導ですよね。どういう風うに誘導するのかって。だってプリズムブレイクね、僕めっちゃ好きで見てましたけど、プリズムブレイクなんか5から見てもちょっとよくわかんないじゃないですか。やっぱ1から見れば物語わかるしって話で、じゃあ1から見させる工夫をすればいいですよね。仕組みを作って。うん。な感じですかね。だからまあ仕組みを入れればいいんじゃないかなと思います。 だからまあ、僕もまだ入れてないですけども、まだブログの中で商品売るんだったら、今日刊で記事は書いてるけれども、えー、その、その1話シーズン1に行く、例えばブログの今僕はね、わざと、 URL 入れてないんですけども、これ誘導するとなったら、全部の日刊のブログの記事の中に、えー、シーズン1こちらとかね、まずはこ,っちこれを見ろみたいなバナー、写真のバナーを入れるのか、えー、なんか無料プレゼントみたいな,なんかリンク入れるのか、えー、無料レポートみたいな感じでリンク入れるのか、その誘導の仕方はわかんないですけど、でえー、日刊のブログの記事の中に読み進むと最後 URL が必ずあるでその。そのリンクは必ずシーズン1の1話なんですよ。わかります で,で、そのシーズン1の1話のブログの記事を読んで、まあ、それがステップメールの内容みたいな感じですよね。で,しで、えー、次のステップ2みたいな。で、それも次のステップ2をここでね、書いてありますけど、その読んでくれないんじゃないか。それは読んでもらう工夫をしすればいいんですよ。だからし、さっきも僕はその仕組みを言った通り、その2話目を見るためにパスワードを取得しないといけないんですよ。 だから、お客さんにアクションしてもらわないと見れないですよ。だからな、何かというと、1話目の中で2話目が見たくなるようなライティング。えーまあ、動画も使ってたんで、2話目を見たくなるようなトークですよね。っていうのを入れて、もう1話で完結しないですよ。な、じゃあ2話何やねんみたいな。2話何やねんみたいな。風ふうにさせて、で、じゃあ,あの、ここからなんかアンケートしてください。みたいな。で、そうすると2話見,見るじゃないですか。要は1話、2話、3話見る。 工夫ですよね。例えばプリズンブレイクも、その次に見てもらうために何やってるかっていうと、見てもらうための施策というかなんか、うそこで終わりみたいな。わかりますそこで終わりなのかみたいな風にしてるじゃないですか。完結してないですよね。そこで終わっちゃうのみたいな。どうなるのみたいな。だから次見たくなるわけじゃないですか。大丈夫ですよね。だからそれを演出するというか、それをやればいいわけですよ。次を見たくなるような工夫、そういう工夫ですよね。 そもそもコピーライティングっていうのは次のコピーをも見させるためのコピーですからじゃあ次にどういうふうにステップメールもそうですよね2話目も確かに自動でね確かにステップメールの場合は自動で送られますよでも送られたとしても見たくなかったら開きますって話なんですよ確かに自動でステップメール送りますじゃあ見たいですかそれっていう見たくなかったら見ないですよだってその人のステップメール以外にもたくさんのメール来てるでしょう ライバルいっぱいいるわけですから、ライバルいっぱいいる中で見たいと思わせない限り、やっぱ開いてもらうのは結構難しいですよね。ライバルが自分しかいないんだったら別にですよ。メールボックスに自分のステップメールしか届かない。それは見る可能性は高いけれども、多分それはないですよ。だからアマゾンからメール来たりとかね、えー、なか楽天からメール来たりとか、ヤフーからメール来たりとか、いろんなステップメール来たりとか、もうメールボックス結構いっぱい来てると思いますよ。<laughs> そこから選ばれないといけないですからそもそもステップメールをすると読まれるのかっていうとそうでもないです。自動で送ることはできるけど読む読まないに関しては読みたくしているかどうかが大事であってうんだからここは何だろうなちょっと意識がずれてるかもしれないですね。うん、ステップメールだから読,読まれる1話2話だから読まれるいやそんなことはないです。そんなことはないです。うん 僕はちょっと特殊ですよ。僕は特殊で今やってるんで、昔はそれをやりきった後、今特殊のやつで僕はやってるんで、僕はやりきったとこをやってます。だから王道はやってます、いっぱい。うん。だ僕もね、単純に今1話、2話みたいな感じでやってますけど、これもその2話を見たくするようにやろうと思えばできるんですよ。だけどやってないだけであって、昔やってましたから。で、今この1話、あの1、で、1話、2話、3話、4話、 1>, えー、1話型完結の話なんだけれどもなんで1話2話3話4話っていう僕が動画をいつも作るかっていうと単純にどっから来ても5話ってなったら1話見たくなるじゃないですかだからそう見やすくしてるだけですわかります ?1 話完結型だけど5話から見た人は5話ということは1話があるな1話って何話してるんだろうっていうふうにそれを見やすくするため見てもらうように試作をしてるだけです ただそれが1話、2話、3話。でも、ぶっちゃけどこ見ても。だからいつも常時僕のことを見てる人は別に1話、2話関係ないとことです。新規のお客さんに関しては、えー、3話、5話見たから来た場合、アクセスリードした場合、えー、1話って何なんだろうっていうふうに1話に戻ってくれる可能性を高めてるっていうた、ただそれだけです。だから僕の動画を常時見てる人に関しては、別に、まあいつもの、いつもの通りだな、みたいな話ですよ。<laughs> 1話、2話つけてるけど、うん、あの完結型ですよ。うん まあそれでいいと僕は思います。まあそれで売ってるんで。まあそれで売れなくなったら買えますけどね。今現状として3年半以上売り続けてます。その形で。1話完結型だけど、1話、2話、3話して。うん。で、これが売れなくなったら考えます。はい。な感じですかね。 あとはまあ、教育の定義ですよね。教育っていうのは何なのかっていうと、もちろん小学校みたいに、1話、2話、3話、あの、1年生、2年生、ステップバイステップで教育していく方が分かりやすいかもしれないけれども、結局、なんだろうな、気づかせることができるかどうかっていうのは大事だと思います。うん。僕は、ぶっちゃけ言うと、まあ、小学校から1年生から勉強しましたけど、 あの気づきましたもん何に気づいたのかっていうとこれ勉強してて意味あんのかなっていうことに気づいてしまいましただから勉強しなくなっちゃったんですけどだからそれに気づいたから今の人生もあるのかなと思いますねこれリトマス紙を赤とか青とかやっててこなんか将来使うのかなっていうところに変な気づきを得てしまって勉強しなくなったんですよ でそ、それが結構コアであると思います。多くの人は言われた通り勉強して、えー、偏差値上げて、言われた通り高校入学するみたいなレールじゃないですかいや。僕はそこに疑問を持ってしまったので、これ将来使うのかなみたいな。将来使っ、今使ってますリトマス紙で実験とかしてますなんか使わないじゃないですか。別にその、 うんそ,のその部分だけ見たら使わないかもしれないけど、その勉強するプロセスは使うよねって言われたら使うかもしれないですよ。その思考する、覚えるとかね、えー、努力するという部分を見た、側面を見たら、側面を見たら、それは社会に生きるかもしれないけど、こっちのリトマス紙を赤か青かっていう、ここの部分に関しては多分使わないんですよ。研究者にならない限り。もう研究者目指してなかったし。 だけど、こっちのね、裏側の要素は使うかもしれないですよ。努力するとか、えーあの、我慢して勉強するとか、なんかそういうところは使うかもしれないけど、ここは使わないじゃないですか。いや、だったら、使うものを努力すればいいんじゃねえかって話じゃないですか。いや、これを使わないものを努力するよりかは、自分の将来使うものを努力した方がいいんじゃねえかな、みたいな。<laughs> なんかひねくれもんですよ、僕は。 だひねくれちゃったんで、今があるかなと思いますね。多くの人はそこ気づかないんで。だから、そこを気づかせてあげるってことですね。今のままで本当にいいのかどうか。わかりますそ,それは意味があるのかそれを深く考えて、自分なりに考察して、自分の人生なんだから、自分でそこを深く考えて、それをなんか気づかせてあげる。自分で思考させてあげる。っていうところが、本当の教育だと思います。教えることが教育ではなくて、 わかりますこれちょっと深いんですけど、教えることが教育じゃなくて、気づかせて自ら思考させることが本当の教育だと思います。暗記教育なんかは奴隷教育と一緒ですからね。暗記させるだけですから。これ思考停止なんですよ。ただ暗記してるだけだから。なんか気づかせて思考させて自らの意思を持たすっていうのが本物の教育だと僕は思ってますけどね。うん。じゃないと、自分の人生歩めないですよ。うーん。 みんなで、親になんかよく会ったのが昔ね。親に言われたんで、みたいな。親に言われて死ねって言われたら、お前死ぬのかって話じゃないですか。親に言われたんで、親に言われたんで。もうめっちゃ嫌いで、これね。てめえは親,親の、なんだ、あの子分かみたいなね。お前親の奴隷かみたいな。僕、昔から思ってましたけどね。なんかちっちゃい頃からもそのあ、親に言われたからみたいな、いろいろあるじゃないですか、そういう文言が。なんかその文言めっちゃ嫌いで、僕。いや、親に言われたら何でもすんのかって話で。 なんか都合のいいとこだけね。親の、俺がどうのこうのっていうのが、あもう腹立てしゃなくて。じゃあお前親に死ねって言死ぬのかって死なないじゃないですか、多分。<laughs> まあいいや。まあとりあえず、まあそんな感じですね。まあだ、まあ、結論まとめると、単純に、えー、っと、その仕組みを入れてないだけじゃないですかね。うん。もちろんステップ形式にした方が売りやすいですから、ステップ形式をブログに入れればいいだけですよ、そんなの。僕も入れてましたから。うん。 コメント数約1万ぐらいもらってましたからね。なかなか結構、叩きアフリエイターさんにね、ブログを叩きます。今回はブログです。みたいな。あれ結構ね、嬉しかったですけどね。載せられたみたいな。<laughs> ちょっと僕の思い出ですね。なかなか多分ないですよ。なかなかない。はい。と、はい、いうことで終わります。ありがとうございます。